はい、皆さんこんにちは、片桐です。今回はですね、こちらの青りんごなんですけど、アクリル絵の具と油絵の具を使って描いていこうと思います。まあ、りんごっていうとですね、あの初心者向けの、まあ、モチーフとしてよく見られるんですけど、しっかり描くと結構難しいんですよね。今回のね、動画がアクリル絵の具とか油絵の具を始めてみたいっていう人のきっかけになったらいいなと思って制作しています。では早速ご覧ください、どうぞ。はい、では早速アクリル絵の具で作業を開始します。まず画面全体にこちらイエローオーカーという色を引いてますね。別に何色でも構わないです。とりあえずですね、真っ白な画面からちょっと有色下地っていうのかな、色のある下地にした方が描き出しやすいです。ただあんまり強い色、なんか黒とかでいくと多分デッサンを見失ってしまって描きづらいので、薄く塗っといてあげるのがポイントかなと思います。まあ、あんまり薄すぎても良くないんで、ちょっとこの辺の頃合いがなかなか難しいかもしれませんけど、最初のうちは。で、この指示体、あの絵を描かれてる土台はこれシナベニアパネルっていうものにアクリルジェッソを何回か塗ってます。アクリルジェッソっていうのは、アクリル絵の具を塗る前に下地剤として有効な絵の具商品になります。それをね、薄く6回か7回ぐらい塗って、でサンドペーパーでこすって研磨してフラットな画面を獲得しています。でこうすると、まあ発色が良くなって、あのこのジェスを塗っておくと発色が良くなるし、あとこれベニヤパネルっていうのはアクが出る可能性があるので、その目止めの役割も果たしてくれるので、まあベニヤに描く場合は必ずジェスを引いた方がいいと思います。これからリンゴの影を描いていきます。なんかね、こうポンポンポンって叩くようなタッチを多用します。こうやって横にスライドさせ、横とか縦にスライドさせるような引き方で描いてしまうと、筋が出ちゃうので、こうポンポンポンって叩くようなタッチを多用して、なんか筆色を消すみたいな感じですかね。筆色、タッチをこう消えるような感じで滑らかに今は描いてます。ただ別にこう絶対滑らかに描かなくちゃいけないっていうわけではなくて、僕は細かく描いていきたいのでっていうだけです。描き方は人それぞれ、どんな描き方があっても許容されると思います。でこれ影から今回描いてますけど、別にこれも影から描くことが正解っていうわけではなくて、それも描き手が10人いれば本当10通りあったりしますんで、背景から描くのが、正しいのか、モチーフ側から描くのが正しいのかっていうのは個人で判断していけばいいのかなと思います。同様にリンゴの方も描いていきます。でこのチャンネルで一番ですね、質問、ほとんど質問来ないんですけど、一番多かったのが、アクリル絵の具と油絵の具って併用して大丈夫なんですかっていう質問が一番多かったんですね。で結論から言うと大丈夫ですっていう答えで、でただし制約があって、下にアクリルで上に油絵、この原則さえ守っとけば大丈夫です。下地にアクリル絵の具使うんだったら大丈夫なんですけど、下地に油絵の具使って上にアクリル使うと剥がれます。一見くっついてるように見えるんですけど、実はねちゃんとこうくっついてなくて、非常に脆い状態になってしまってて、ですぐに剥がれ落ちたり、場合によってはですね、下地の油絵の具が剥落する要因にもつながったりとかするので、油絵の具の上にアクリル絵の具を使うのはやめましょう。使うんだったら下地下書きの部分に使ってあげてください。
アクリル絵の具の特徴としては、あのこう今回はこう水で薄く溶いて使ってますけど、これですね、あの油絵の具みたいにこうゴテゴテっと厚塗りすることもできたりして、扱いによってはですね非常にこう多様な表現が可能な絵の具だったりします。でメディウムっていうですね、まあ、透明度を増したりとか乾燥をゆっくりしたりとか絵の具を固くしたりとかですね、いろんな商品が発売されているので、それらを使いこなすことによってより表現の幅が広がるかなとも思います。はい、ここからちょっとホワイトをのせていきます。今度このリンゴのヘタの部分ですね、ここに絵の具をちょっと濃いめの絵の具を入れていきます。ヘタっていうの、うん、あの枝とつながってる部分ね、ヘタでいいんだと思うんですけど、ここをもうちょっと一緒くたに塗りつぶしちゃいます。で後から、ホワイトで描き起こしていくことができるので、そこがアクリル絵の具のまあ利便性というか優位性のあるところで、こうやってですね塗りつぶしちゃっても後から描き起こせるっていうところがまあいいところかなと思います。あとこうやって指で押さえたりっていうこともできます。指で押さえると筆ではなかなか獲得できないようなタッチが得られるので、まああの指もですね有効な画材の一つと見立てて積極的に活用していきます。なんか昔のあのモナリザ、レオナルド・ダ・ヴィンチ作品のモナリザにもなんかどうもレオナルドの指紋が発見されたとかなんとかっていうニュースを見たような記憶があるので、昔の人もですね指でこうやってぼかしたりとかしてたんじゃないかなと思います。はい、ここから背景をグレーで描いていきます。ちょっと白を使ってます。これもまたこう叩くような感じでこうポンポンポンっていう感じですかね。筆色が目立たなくなるので、フラットに描きたい場合は有効だと思います。でこっからここまで全部同じ色にするんじゃなくて、こっからここまでとか少しですね色の変化を見越して描いていきたいです。なかなかここがすっごい難しいんですよ。この、 あの背景の色味をしっかり構築するっていうことがなかなかですね、絵画全般、水彩でもそうだし色鉛筆とかパステルとかでもそうだし、油絵の具でもアクリル絵の具でも何でもそうなんですけど、背景をですね背景らしく描くってすごく難しいです。これね僕だけかなっても思うんですけど、絵描きさん、多くの絵描きさん多分ね納得すると思うんですよね。背景かなり難しいです。最初の黄色とかグレーっぽい紫とかですね、なんか意味あんのかっていう質問もたまにいただくんですけど、絵の具って重層的に重ねていくと仮想描きの影響をですねやっぱり少なからず受けるんですよ。なのであの全く真っ白な画面から描いていくよりは、グレーを今入れてる色をのせるよりは、あの最初にですね黄色とか紫を入れてたおかげで、この上に今乗せてる色もより複雑な色調を獲得できているんだと思います。
はい、それではここからは油絵の具で作業していきたいと思います。あ、どこまでアクリル絵の具で描くかっていうことは人それぞれですね、違うと思うんですけど、僕個人はですね、アクリルはどっちかっていうとざっくり色をのせるぐらいで、最後のディテールを詰めていく部分は油絵の具で全てカバーするようにしています。なんかね、アクリル絵の具僕乾燥ちょっと早すぎてちょっと苦手なんですよね。なので、ゆっくり乾燥してくれる油絵の具の方が描き込みがしやすいっていうのが、まあ、個人的にはあるので、アクリルはどちらかというとですね、まあ、併用する場合 1,2 割ぐらいの作業をアクリル絵の具に担ってもらって、残りの8割9割ぐらいを油絵の具でやってるようなイメージだと思います。ただ見た感じのなんていうのかな、印象で言うと結構アクリルで描いてるように映るかもしれないんですが、その作業内容で言うと圧倒的に油絵の具の比率が多いと思います。これはなんかこれが正解とかっていうわけではなくて、人によっていろいろアプローチが違うと思いますんで、まあ、僕はこんな感じで併用してるっていうところですね。今透明な黄色と緑、黄色はオーレオリンというですね黄色を使って、緑はこれ、ウィンザーニュートンのテールベルトを使っています。テールベルトという色は油絵の具においてはメーカーによって色の差が非常に激しくて、ウィンザーニュートンのテールベルトが一番緑っぽい色をしてるかな、僕が試した限りでは。僕も世界中にある全てのメーカーの油絵の具のテールベルトを使ったわけではないので、他のメーカー、僕の知らないメーカーでもあるかもしれないんですが、自分の試した範囲の中ではこのウィンザーニュートンのテールベルトが一番緑っぽいかな。緑色って結構難しくって、油絵の具の緑色ってなんか自然の緑を再現するのにちょっとね、なんつったらいいのかな、人工的な緑色が多いんですよ、絵の具の中で。でこのウィンザーニュートンのテールベルトは結構自然な緑色をしていて、生物画とか、葉っぱとかですね、野菜のグリーンなんかには結構向いてると思います。ただちょっと透明度が高すぎて下地から使うのにはちょっと不向きかもしれませんが、これで油絵の具の1層目が完成になります。やっぱり下地にアクリル絵の具が入ってたおかげで作業の進行が早いような気がしますね、個人の感覚ですけど。でこれで1回ですね、油絵の具は乾燥に時間がかかるのでよく乾燥させて、その後細密描写を行って仕上げにしていきたいと思います。それではしっかり乾いたのでこれから2層目を描いていきたいと思います。これ今何やってるかっていうと、画面にですねちょっと油を引いていて、
この後に絵の具を乗せた時に滑りやすくしてるんですよね、絵の具を。まあ、もうちょっとなんか専門的というかカッコつけた言い方すると画面に流動性を与えているっていうことですかね。こうしてあのオイルを引いておくと、まあ、非常にですね滑らかなグラデーションとか混色、画面上で混色することができる、画面上でブレンドするっていう言い方もできるかな。これが非常にやりやすくなるので、まあ、事前にこうしてオイルを引くことが僕は結構よくやります。ただ全ての局面においてやるかというとそうではなくて、ケースバイケース、ここはちょっとどの局面でオイルを引いてどの局面でオイルを引かないかっていうことの線引きをどうやって決断してるかっていうとなかなか言語化しにくいんですけど、まあ勘ではないんですが、まあやっぱりこう滑りやすい混ぜやすい局面を作りたいときにはオイルを引くことが多いです。1層目でちょっとこっち側黄色みがかってたりとか、この辺ちょっと赤みがあったりとかしてますが、これとはですねちょっと反対側の色を引いてあげたりっていうことも結構効果的です。これ今紫を引いてるんですけど、黄色の反対色である紫とかを入れてあげると画面上で色の収まりがいいような気がするんですよね。なんかね、寒色と暖色をこう交互に重ねていってあげて複雑な色調を獲得していくっていうのかな、これをやってあげると、まあより豊かな作品になって、色彩が豊かな作品になるかなと思います。この白がモニター越しで伝わりにくいと思うんですけど、複雑な白を出すためにですね結構何色か重ねて表現しています。でこちら側は、ここら辺ですね、この辺とかはちょっと奥行きがを表現したい局面なので紫にさらに青を足したような色味を使っていきます。青は、まあ、寒色、冷たい色の最たるもので、どちらかというとですねこう奥に引っ込んで見えるような効果を持ってるんですね、色彩の中で。赤とか黄色はまあ言えば全身色といって前に出てくるようなイメージの色味で、紫とか青とか緑とかっていうのはまあいわば後退色、奥に引っ込んで見えるような性質の色彩であるんですね。なので奥に引っ込ませたいものは青なんかを使うことが多いです。だ今言いました紫は赤紫だとちょっと全身色気味、あったかい暖色寄りになったりとかしますので、紫の中でもちょっとこう色のバリエーションがありますから、その辺はちょっとご注意いただければと思います。それではリンゴの2層目も描いていこうと思います。リンゴもですねこれ背景と同様にちょっとオイルを引いていきます。あまり多く引きすぎてしまうとちょっと描きづらくなるので、まあその辺はちょっと調節しながらですね。で使う色味は黄色、緑、紫、青、あと赤茶色ぐらいかな。これらをうまく混ぜ合わせながらコントロールしていく感じですね。
はい、それではこれからリンゴの点々斑点っていうのか、これを書いていこうと思います。で、注意していただきたいのは、あの点々もですね、明暗に影響を受けますので、あのこの光が当たってる側ですね、こちら側の点々は明るめの点を打ってあげるっていうことで、こちら影側はあのバックグラウンド、リンゴの個体自体が結構暗い色を使って描かれているので、点々も暗い色を使っていくと、なんか全体がですね同じ色になってしまうと、点々打ちすぎることによって立体感を失いかねないので、その立体物の中にの表面に点々があるっていうことを意識しながら制作していきたいと思います。